はい、皆さんこんにちは、こちらは東京都文京区にございます、東京ドームでございます。毎度おなじみ東京ドームですね。まあ、日本で一番有名な野球場といっても、まあ、一番有名ならひょっとしたら阪神甲子園球場かもわからないんですが、まあ、甲子園に並ぶ、東西2大、メジャー球場と言ってもいいでしょう。また野球場としてではなくイベントスペースとしてでも東京ドームというのは有名で、全国5大ドームというと、東京、大阪、名古屋、福岡と札幌になるんですかね。おそらくメットライフドームっていう人はあんまりいないのかなと。今ベルーナドームって言うんでしたっけ。ここが東京ドームですね。こちらが東京ドームで、こちらが東京ドームホテルですね。ただいまですね、都市対抗野球第94回都市対抗野球の、1回戦が行われています。1回戦ですね。今はですね、重工ウエストと NTT、違うな、三菱重工イーストかなと NTT 西日本が試合をしています。さっき途中経過見たら2対1でしたね。第1試合は北海道ガス対王子の試合が行われ、9対0で残念ながら JR 北海道が補強に入っている北ガスが負けてしまいました。なかなか、あ、今ちょっと途中経過、1対2で三菱がリードしてますね。 N 西が負けてるんですね。で、第3試合は、セガサミー対三菱自動車岡崎なんですよ。三菱が続きますね。さあ、じゃあセガサミーちょっと、受付に行ってみましょうか。あとでだと結構並びますからね、今のうちに並ん、あ、三菱重工の方先行こうか。三菱自動車か。今年から、去年もやったのかな。よく東京ジャイアンツ戦とか、あとコンサートだと物販をする、普段だとビアガーデンかなんかで開放されてるんですかね。この屋根のあるところを、いわゆるチーム受付として、一塁側三塁側に開放しています。これ多分お仕事する人にとって、または我々ファンにとってもすごくありがたいですね。では受付をしていきましょうか。一旦止めます。はい、再び東京ドームです。時刻は10、あ、忘れてた、ごめんね、逆さで出してしまいました。時刻は16時42分、平成、令和5年、9月の、7月の19日、4時5時前の東京ドームですね。どうやら第2試合が終わったんですかね。三菱の格好をした人が結構出てきていますし、得点表示が変わっています。終わったっぽいですね。次は18時試合開始の第3試合ということになります。東京ドーム、先ほどもお伝えしました通り、日本でトップレベルのメジャーな球場ということでですね、一応表向き読売ジャイアンツの本拠地ということになっています。確かこの球場というより、この球場を管理している東京ドームっていう会社が、三井不動産の傘下に落ちた気がするんですよね。三井不動産の傘下になってるんで、三井ということはララポートの会社ですね。ですので、この東京ドームも三井不動産の傘下にあるということになります。で、この株式会社東京ドームの会社の株式の構成を見ると、読売新聞社も一部入っているので、まあ、ジャイアンツの関連会社ということも言えるということになっています。まあ、ジャイアンツと東京ドームは、まあ、ある意味運命共同体みたいなもんでしょうから、
とはいえ読売巨人軍は、東京ドームに使用料を払って使っているという立場には変わりないというふうになっているはずです。そうですね。ですので東京ドームの看板こうやって出てますけど、まあ、こういうイベントがあって三井不動産グループっていうふうに書いています。東京ドームは三井不動産グループになったようでございます。まあ、三井不動産グループになったからっつったって東京ドームの地位あの利便性は変わりなくですね、はい、で本日この今日はこんな感じでトーナメント表がありますが、北ガスの結果はまだここには反映されていません。オードリーの告知ステッカー配布資料の方があるんだ。へえ、そう、はい、ここが有名な東京ドームでございます。東京都文京区にございます。こちら側のアングルの、川を越えた先、川は神田川ですね、歌謡曲で有名な神田川ですが、神田川を越えるとすぐ千代田区三崎町になります。神田三崎町ですね。で、JR 水道橋駅の向こう側、違うな、正確に言うとこのアングルの先にあるドームの橋を渡ると、勝手に神田川を渡って水道橋駅に至ります。水道橋の駅が神田三崎町の方にあるというふうに思っていただくと分かりやすいかなと思います。三崎町の先には有名な保証街で有名な神保町があって、神保町の駅は、徒歩圏になります。東京メトロ半蔵門線と、田園都市線伊勢崎線で帰る方は、神保町まで歩くっていうのも結構いいかもしれないです。まあ、ただ暑いからね、とっとと電車に乗って、の方が楽かもしれないですね。はい、東京ドームでございます。東京ドームはですね、もうかれこれ今年で30年近くになるんですかね。30年、確かこけら落としで掛布と江川が対決してた気がするんで、それだけ古い球場ということになりますよね。で、東京ドームの前身後楽園球場から都市対抗野球の試合会場としても有名でして、まあ、阪神タイガースが高校野球で甲子園を明け渡す死のロードっていうので有名ですけど、ジャイアンツも実はこの球場をですね2週間程度明け渡さなければいけないんで、いい感じで死のロードなんですよね。ただジャイアンツの場合は本拠地の近所に神宮球場や横浜スタジアムといった、遠征を伴わないビジターがあるのでそんなに不便を感じないっていうのがあるんでしょうね。そう、読売ジャイアンツの本拠地でもあります。もうこれかれこれジャイアンツ戦なんて来て何年も私この球場来てませんけど、東京ドームはですねこの球場は、JR でいうと水道橋駅、東京メトロでいうと後楽園駅がございます。後楽園駅には千代田、丸の内線と南北線が乗り入れていて、すぐ近くには都営三田線と都営大江戸線の駅もございます。かなり便利な、そういう意味で言うと 1,2,3,4,5 路線が乗り入れている非常に便利な都心にある球場です。東京駅からですと中央線でお茶の水で乗り換えて総武線に乗り換えると駅前に水道橋という駅前に東京ドームがありますし、東京駅からもう一つ東京メトロ丸の内線に乗っていただくと後楽園という駅がありますので、後楽園駅から目の前がこの東京ドームになります。新宿駅からだと総武線各駅停車に乗っていただくのが便利ですかね。新宿駅から丸の内線でここに来る人はちょっと地図を見たことない人になるんでしょうか。はい、
東京ドームね、あの一時期あの北海道に移転する前の日本ハムファイターズもこの球場を本拠地としていまして、年間で、100試合程度のプロ野球がここで行われていて、さらにですね都市対抗野球や、まあ、その他の貸し切りイベントも行われています。確かねここは有名なアーティストさんもここで歌手の方がイベントをしたりですねされておられます。私もなんかコンサートでここ来たことないな。そういえばアメフトでは来たことあるけど、私のスタジアムのコンサートっていうともう千葉マリンスタジアムで宇多田ヒカルさんを見たのが最初で最後ですね。千葉マリンでライブをやったっていうのがまずちょっと驚くんですけどね。いやー暑い暑いけど今日だいぶそんな言うほど昨日ほど暑くはないですね。昨日はい、では東京ドーム、中に入ろうかな。中に入ってまたレポートいたします。ありがとうございます。はい、毎度おなじみ東京ドームの中でございます。中は快適です。冷房が効いております。東京ドーム、空いてるわけじゃないんですよね。これからナイターなんでこれからお客さんが入ってくると思うんですけど、こんな感じで、第3試合は東京都のセガサミー対岡崎市の三菱自動車岡崎の対戦になります。両翼とセンターの表示が消えちゃってるんですね。まあ調べりゃ分かることなんで、はい、まあ、あの東京ドームの皆さん中はよくご存知だと思うので、ぜひあのまたあの野球もいっぱいやってますんで、あの見に来ていただくといいと思います。ただ残念ながらあの最近ですね、そうそう、さっきちょっとトピックスをお伝えしなければいけません。私先ほどですね、せっかくなんで冷たい飲み物でも買おうかなと思って、ドームの中のキャッシュレス売店に入ったわけなんですよ。札幌ドームの、あ、札幌ドームじゃねえや、エスコンフィールド北海道のウーロン茶が320円だっていうふうに、前回の動画でお伝えして話題にしたんですけど、この球場のウーロン茶なんと350円です。エスコンフィールドより高いです。びっくりしました。エスコンフィールドが320円ってまだ良心的なんですね。もうなんか取れるところから取ろうっていう、まあまあ別に価格設定に文句はあんま言いませんけど、350円はびっくりしましたね。そうそう、でポテトが500円、まあね、エスコンフィールドの価格設定がマーケティングに基づいた金額であることが、なんとなく理解できる、ような、別にエスコンフィールドがだからいいってわけじゃありませんけど、エスコンフィールドが高い高いっていうんであれば東京ドームだって高いよっていう話ですね。まあ、まあここのとこは、まあ、しょうがないのかな。最近はですね、あのなかなか物価上昇でですね、まあ、物価は上がってるけど給料は上がってないんですけどね。私の給料もまあ言うほど上がってません。一応あのちょっとは賃上げしてくれてるみたいなんですけどね。賃上げと、あとまああのちょっと仕事頑張った分だけ上がってるっていう、頑張った分上がってもなんかね、この先あの政府は税金を上げることを企てているようでですね、税金が上がるわけじゃなく、税率、なんて言ったらいいんですかね、なんかいろいろ保険料が上がったり、保険料は税金じゃねえよって言うかもしれないけど、まあ、実質増税ですよね。
はい、今セガサミー東京の代表と岡崎の、今年は私岡崎、三菱自動車岡崎の試合は結構見てるんですよ。別に私東海地区に住んでるわけでもないわけ ないんですが、三菱自動車岡崎の試合は今年だけで多分3試合ぐらい見てますね。大垣と、岡崎の球場で2試合見てますね。相手チームだけでいうと北ガスと JR 北海道と JR 東海ですね。JR 東海と、いずれもですね、全部三菱が勝ってるんですよ。今年の三菱ね、これよく打つんですよ、これよく打つし、ピッチャーも充実してるんですよ。だから三菱、僕優勝候補だと思ってるんですけど、でも予選では結構苦戦してるみたいなんですよね。なのでちょっとこの試合、真面目に観戦しようかなっていうところですね。別に三菱に肩入れするほどの何があるわけでもなく、単純によく見てるからなんですけど、私今日はセガサミー寄りのスタンドで見る予定です。セガサミーに肩入れしつつ、三菱自動車岡崎にも注目してみようというところです。もうね、セガサミー、応援界隈ではなかなか楽しい、それはエンタメ会社ですからね、楽しいわけですけど、皆さんですね、ぜひ日本野球連盟、JABA、JABA、JABA のホームページを見ていただくと、都市対抗野球の、コマーシャルが流れています。全員二刀流って書いてあってですね、意味は、社会人野球って基本的に本業があって、野球があるんで、本業が野球で仕事があるっていう人もいるかもしれないけど、基本的には、本業サラリーマン、部活動として野球があるわけですね。でそれを言いたいんでしょうね。で、鉄道会社とか事務員とか作業員の格好をした人が、野球をしているコマーシャルになっているんですが、社会人野球をイメージしてるんですね。でその社会人野球をイメージしている動画をよく見ると、屋外の球場でロケしてるんですよ。この屋外の球場をよく見ると、サイブガスのグラウンドなんですね。サイブガスって福岡県を地場にしている、都市ガス会社ですね。こちらの東京ドームに早くからご来場いただきまして誠にありがとうございます。行ったことある人ぜひよく見ていただくと、特徴的な一塁三塁のベンチ上の、座席、またはですね、バックスクリーンの横に広がっている、タンカー、いわゆる港のような、これが特徴なので、見ていただくと分かると、九州方面の社会人野球ファンの方ぜひですね、注目して見ていただくといいと思います。では、そろそろスタメンも発表されることでしょうから、席に戻って野球観戦に集中いたします。ではご視聴ありがとうございました。ワンアウトランナーなしでございます。ありがとうございます。